半袖着てるので。でもめっちゃ寒い。さっきめちゃめちゃでかいくしゃみをしました。めちゃめちゃ、まあ灯油残ってんのよ、まあ残ってるんですよね。こんばんは。くしゃみアンコールないよそんなの。そんなのないですよ。くしゃみはどう頑張っても出せん。そう、明日はおしりんさんの生誕祭でございます。はい、そうですよ。5月にストーブとか。私だけかな、たまやが今ここ寒いで、めっちゃ十何度やで、私のところ多分めっちゃ寒い。で多分暑くなりますね。なんか半袖だからちょうどいいかも。公演が結構続きますね。はい、4もあるから、そう2、4と。そして8には7D2 スペシャルイベントございます。なんか今日当落だよね確か。皆さんどうだったでしょうかね。ぜひ皆さんには劇場に来てほしい。ぜひ来てー。外れた方もいるんですね。まあでもまだね、当日までは分かんないから。もし来れそうでしたらトレードとかでお待ちしております。そしてぜひ DMM でもご覧ください。ね、トレードがまだありますので。楽しみだね。ゴールデンウィーク中はなんかイベントことがとても多い。見どころ？見どころしかない。見どころしかない見どころです。はい、見どころしかない見どころです。はい。あの頃のように日焼けしたあやかさん見れますか？見れません。すいません、白いんでごめんなさい。もうあの頃には戻れないね。アイメロのプリマスあるかな。ね。ね。赤いリボンつけたアイメロ見れる。やめてください。はい。あまり黒歴史を掘り返すのやめてください。本当に。めっちゃ黒かったよね。それ黒くなります。外にいるんですから大半。また肌ごと MC やりますかね。どうなんでしょうか。君のカップリングウィズってやったことあったっけ。しかもピンク着てるし。ダメなアンピンク着たら。やったことありますよ。
ね、楽しみすぎて、はい、今からでも、あともう1週間もないですけども、すぐ来ますよ皆さん、当日はすぐ来ます。あと70人でショールーム1万で、どういうこと？フォロワーってこと？ぜひハート押してねハート押してね、右か左か分かんないけど、ぜひ DMM 最善で皆さん楽しんでください、ね、もうあと当日まで皆さん諦めないでいただいて、サンリオのイベントもありますので、いつかにね、はい、いつかにサンリオのイベントがございまして、で次の日には FC 岐阜の、はい、イベントがございまして、イベントというか、まあ、試合をね応援しに行くんですけども、はい、ステージイベントもありますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、その前の日も公演ありますね。4日に公演があり、サンリオがあり、 FC ギフの応援に行きって、で1日空けて次の日にはなんと 7D2 スペシャルイベントでございます。はい、FC 岐阜はあれだね、 K2 面でございます。はい、ぜひお待ちしております。公園にね、前の日に公園にいる方はぜひぜひお待ちしております。前の日に行ってないか、まあ、サンリオのイベントも含めですけど、はい、そうなんでね、天気がねちょっと悪いんだよね。ね、なんかね、雨がちょっとそこだけ残念ね。ぜひ皆さんの力でね、明日も寒いですか？いや、明日晴れるんじゃない？確か明日はいい天気な気がしますけども、はい、ね、9月も充実したね、月になりそうでございます。はい、そう、明日から天気がねいいと思います。そう、5月もよろしくお願いします。なんか5月になるとめっちゃ田植えを思い出します。はい、岐阜だけかもしれんけど、めっちゃ5月に田植え体験みたいなしたの覚えてるわ。田植えをしました。5月やんね、田植えするの。
まあ、地域によるよね。ね、田植えしたことあります。カエルがうるさくなる。わかるわかるわかる。ね、めっちゃカエルの鳴き声が聞こえます。はい、懐かしの田植えでございますね。もう随分やってないけど、はい、配信でも時々聞こえるカエルさん。私の配信で聞こえる？虫の鳴き声と鳥の鳴き声といろんな鳴き声聞こえるよな。あ、犬も吠えたりします。はいそうそう、マジでね、もう自然なのでしょうがないですね。牛はしょうがないですね。はい、しょうがないです。しょうがないです、本当に。でも私、あれですよ。夜中は猫の鳴き声聞こえますよ。喧嘩してる。喧嘩してる猫の鳴き、猫の声も聞こえたりしますけどね。ね、ガム組かなってね。自慢話ではないけどね。そう、まあ、自然が豊かだよって話です、岐阜は。はい、珍しい動物。でもキツネ 見ました。前も話したけど、キツネ見たりします。犬じゃない、絶対キツネ絶対キツネです。お、出ました、780。お、ありがとうございます。ハヌキも見たことあるかな。もう何でもいます何でもいますね。ありがとうございます。あっという間に終わってしまいますけど、はい、皆さんも、はい、ゆっくりお休みください明日は公演前かお昼ぐらいにやるかです、わかりません。はい、ぜひお時間がある方はご覧ください。素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。皆さんおやすみなさい。ありがとう。